こんにちは、ボーノです。今回はウェブの世界でよく使われる API の基本や事例について紹介したいと思います。 API を使うと電子工作でできることがもっと広がるので、ぜひ覚えておきましょう。まずは API とは何かについてです。 API とはアプリケーションプログラミングインターフェースの略で、簡単に言うとサービス提供者側が持っているたくさんのデータをネット上に公開し、それをサービス利用者側がプログラムで簡単に利用できるようにした仕組みのことです。サービスを提供させたいデータ提供者側と、自分の製品やサイトに機能を追加したいデータ利用者側のどちらにもメリットがあり、この仕組みはウェブの世界で広く普及しています。一般的な使い方としては、利用者側が欲しい情報をネットを通して提供者側にリクエストすると、提供者側はそのリクエストに応じてデータを渡します。例えば YouTube の API を例にとってみると、チャンネル ID をリクエストすると、そのチャンネルの動画のタイトルやいいねの数などが一覧で返ってきます。このデータは一般に JSON のようにきれいに整理された形式になっているので、プログラムで使いやすく、すぐに自作のサービスに盛り込むことができます。次に API を電子工作にどうやって活かせるかというのをイメージしてもらうために、過去に自分が活用した事例を紹介したいと思います。まずは IoT 地球儀という地球の自転を視覚的に分かるようにした子ども知育用のガジェットです。おもちゃの地球儀を回すと、パソコンに表示された世界のウェブカメラの様子が地球の傾きに応じて移り変わり、一周回すとその場所の24時間の様子を見ることができます。この中では webcams.travel API という API を使っていて、場所やカテゴリーなどをリクエストすると、それに応じてウェブカメラがストックしている1日分の画像 URL を送ってくれます。次にミミーという声で子供を見守るガジェットを作った時に利用した API を紹介します。これはできるだけ子供にいろいろな冒険をさせてあげたいという親の思いと、子供は一人の時でも話したり鼻歌を歌ったりすることが多いという気づきから生まれたものです。仕組みとしては、まずはおしゃべりモードで子供とおしゃべりをすることで、あらかじめ子供の声を記憶します。その後、象の頭の部分をバッジとして子供の服に取り付けて外に遊びに行き、一人遊びをしている時でも子供の声を聞いて寂しがっていたり泣いたりした場合は親の電話に電話をかけてくれます。この中では子供と会話をするための音声系の API と、声から感情を判定するためのエンパス API、スマホに電話をかけるためのトゥイリオ API という3つの API を活用してシステムを作り上げています。API はこのように組み合わせると、アイデア次第で自分が実現したいものは本当に何でも作れてしまうので、 API を使うのと使わないのでは電子工作の幅が全然変わってきます。特にこのシステムの中でキーになったのはエンパスという API で、音声データを渡すとサーバー内に組み込まれた AI が音声から感情を分析し、どんな感情かを教えてくれます。結構精度が高くて、これだけでもかなり遊べると思います。お試しで使えるフリープランもあるので、興味のある人は使ってみてください。最後におまけとして、おすすめの API サービスを一覧にしてみました。このあたりはメジャーな API なので、初めての方はまずはこのあたりからトライしてみるのがいいと思います。ということで、今回は API について話してみました。 API は他にも世の中にたくさんの種類があるので、ぜひ自分でもいろいろと調べてみてください。具体的にどうやって使うかはまた別の動画で説明していきたいと思います。それでは今回は以上となります。なお、このチャンネルでは電子工作初心者が最低限身につけるべき知識やツールの解説など、電子工作をゼロから体系的に学べる動画を投稿しています。これから電子工作を始める方は、ぜひチャンネル登録の方を忘れずよろしくお願いします。この動画についてのコメントやグッドボタンもお待ちしております。それでは良い電子工作ライフをお過ごしください。